こんにちは。今日はですね、コメント欄に質問がありましたので、それの、お答えを動画でさせていただきます。中学1年生の森口真帆さんから、紙袋の作り方の時に使っていた便利なボンドの作り方を教えてほしいということでした。で、これはセロファンの中にボンドが入っているんですけれど、ここからボンドが出せますので、とても細かいところにこう塗ることができて便利なので、これの作り方の、ね、紹介をします。セロファンなんですけれど、こういうこれはダイレクトメールが入ってた分なんですけれど、これをもう切って、このぐらいの大きさ、まあ、適当なんです。これこのままの大きさなので2枚重なありますから、それの1枚分、ちょっと光ってね見えにくいですけど、これが1個分の量になります。だいたい適当です。まあ、測ってみたら10センチから15センチぐらいまでの四角でいいと思います。それのこの先を真ん中、先っていうかここの真ん中辺をこうくるくるロート状にしていきます。こういう感じですね。そしてここの先をなるべく穴を開けないように、痛いぐらいとんがるような感じまで絞って、こういう感じにします。中に指を入れて、ここが最後の巻き、くるくる巻いた最後のところです。ここにセロテープで巻き終わりがありますので、ここにテープをつけて、これだけなんです。で、この中にセロテープじゃない、ボンドを流します。これをあんまりいっぱい入れるとあれなんで、まあ、このぐらい入れますね。そしてここを上にこう重なっているところがありますけど、ここをくるくるっとボンドが出てこないようにくるくる折っていきます。こういう感じで折って、最後ここのところがとんがってるので、ちょっと中に入れて、もう一回こういうふうに折る。そしたらきちっときれいに収まりますので、そしてセロテープで今巻いたところを留める。もうこれでできてます。今少し出てますけど、これはちょっとあまりにもちっちゃい穴すぎるので、少しだけ、ほんの少しだけカットします。そしたらこの今どのぐらい出てるかというと、こんなぐらい出てますね。ただ細かいところをこうスーッと塗っていくととても便利なんで、作ってみられたらいいと思います。で、これの、あと一つ応用っていうか利用法なんですけれど、わかりますかね。ここに、今文字を、瓶に文字を書いているんですけれど、今乾きかけてます。この辺がまだ少しボンドが残ってる状態なんですけど、こういう感じでちょっと今やってみますね。この瓶に例えば何か文字、何でもいいんですけど、
こういう感じで描いて、お花を作ったり、水玉をこう点々と打ったり、音符を書いたり、ここに投音記号だったり、なんかこういう感じで書いて、あとこれが透明になります。で、透明になったらこのボンドの膨らんでるものがブクッとなって、透明に、ガラスで、ガラスに字を書いてるようにね、いい感じになりますので、こういう風に使っても面白いかなと思います。で、さっきのこれは透明の瓶に、さっき書いたのは茶色ですけど、これは透明の瓶に書いています。見えますか？だいぶね、乾いてきてますね。で、このままだとちょっとこう剥がれてきたりね、しますし、お水の中にもジャボンとつけると全部も取れてしまいますので、完全に乾いてから、この、これは何だっけ、オーバーコートですね、マニキュアの。これを少しこう塗っていると、補強になると思いますので、まあこんなんを上からトップコートですね、塗ったらいいかなと思います。これね、とても便利ですのでね、ぜひ作ってください。あ、そして使っているとここの先っぽが固まって出なくなるんですね。で、出なくなったからといって次々切っていくと、もう太くなってしまって全然意味がなくなりますので、ここがもし固まって出なくなったら、これさっき作ったも出ない、押しても今出ないんですけれど、ここをキュッとしごいてやる。そしたら詰まってる分がピュッとしたら取れますので、そしたらまた出るようになります。こうね、出るようになりますから、なるべくここは切らないようにしてください。で、保存はこう置くんでなくて、もうこの辺にほったらかしておいてもらったら大丈夫です。こう立ててしまうと、ここに空気の層ができて、出てこなくなってしまうんですね。だからこのままで、それかこの状態でどこかにこう立てておく。置くんだったらこういう感じにしたらいいんですけれど、こう立てておかないようにね、してください。はい、ではやってみてください。ありがとうございました。